ラジオエジです。2月24日水曜日20時35分を回りました。ラジオエジの夜トレイ失敗失敗、失敗。夜トレイあ,あ、こっちの方がよかった。<laughs> はいはい。えー、っとね、なかなかね、はい、やりましょう。 今日もね、夜トレ行きましょう。今日のテーマ、<laughs> 夜トレ。ドル円が上昇している。どこまで行くのかえー、日経再浮上できるのかなんか弱いぞ。ナスダック大丈夫か株のチャンス銘柄何かないか、えー、以上ね、このようなテーマでお届けしていきたいと思います。 まず、日経平均のね、終わりでから確認していきましょうかね。今日は29,671円ということでね、結構下げましたね。えーえー、485円安っていうことでね、結構下げました。で、その後でもね、先物結構戻してるんですけどね。うん。どうですかね。まあ、25MA に向かってるんで、25MA まで行っちゃってもおかしくないんじゃないですかね。 今ちょっと拡大しましたけど、25MA が大体2万9000なんでね、そこまで行っちゃってもおかしくない。まあ、ここは揉み合ってから調整きたんですけど、今回揉み合いが短くて、もう調整きてて、この陰線だとね、やっぱりこういう風に来る可能性はあるよね。2万9000。今日のあの、えー、うちの動画のサムネイルにね、えー、2万9000までの調整あり得るっていう風に書いたんですけど、 えー、それぐらいまであり得る値動きというかチャートに見えますよね。ただまあ今ね、えー、っと、確か確か、えー、もう結構浮上してきてなかったしたっけ、えー、日経平均ね。先物ちょっと見、見ましょうか。先物ね。えー、これ先物ですけど、29,840円まで浮上してきてるんで、えー、これ冷やしですね。はい。冷やしですね。まあそんなに弱い先物の,の チャートとしてはそんなに弱くないですね。なので、どうでしょうっていうことですけどね。はい、あ、それから今日最初のメールなんですけど、北海道のす子さん、こんばんは。メールありがとうございます。えー、いつも勉強させ、あ、今日も、本日も勉強させていただきました。いつもありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。今日の動画でストキャスの設定値533と言ってましたけど、 933ではなかったでしょうか <laughs> 私の勘違いでしたら申し訳ありません。ということなんですけどね。はい。えー、ごめんなさい。<laughs> これね、あの、株と、それから、あの、FX だったりとで、ね、ちょっと違うんですよ。先物で設定がね。で、えー、だから僕も時々間違っちゃうんですけど、ごめんなさい。えー、FX の設定は、 ストキャスの設定は933でした。申し訳ない。933です。はい。で、えっ、ー、と、僕の、えー、こっちのチャート力学っていう僕の、えー、作ったソフトを使っている、こちらのストキャスがね、533でした。こっちのストキャスはね、533なんでね。ごめんなさい。時々間違います。<laughs> 933でした。はい。あ、だから、あの、FX の方はね、933でした。 はい。申し訳ないです。えー、これ表示されてないからね、FX のこのね、533って表示されてないんで、933って表示されてないんでね、まあ、ここを開いてみないとね、わからないんですけど、933です。はい。安子さん、細かいところを覚えていていただいてありがとうございます。ごめんなさいね。<laughs> いい加減なことを言ってますね。うん まあ、ということで、えー、それはそうと、えー、日経平均に戻りますけれども、えー、ちょっとね、えー、弱いかなーって感じですね。ストキャスもだから、まだそんなに弱くないんですけど、弱くないってことは、下げ余地があるということなんだよね。なのでね、25MA を下回って2万9000円ぐらいまでは、まあ全然来てもね、おかしくないんじゃないですかね。 やっぱ最近結構高値警戒感って言われてるんでね。ただね、えっと僕はまだ、えー、ちょっと下がったら、まあ買いでいいんじゃないかなと思ってるんですよね。2万9000円とか。まあ、えー、っと今日の昼間とか短期で言うとね、ほんと3万円、100円、200円とか下がったところで買うと上がるんだけど、えー、まあ、それで一発で決まるわけじゃなくて、もっともっと下げてくる可能性あるので、 まあ、例えば3万円を200円ぐらい下げたところで買いました。上がれば利食いでいいんだけど、またもっと下げてくれば、えー、買い増しができるようにしていかないといけないよね。で、あんまりポジションが重くなって、大きくなったところで、トレンドがわーっと下に出ちゃったらもう終わりなんで、えー、それ気をつけなきゃいけないっていうかね、できるだけ慎重にやらなきゃいけないし、なんつったって日経は高いんで <laughs>、これ。高いんで、やっぱりね、会話、 慎重にやった方がいいと思いますね。で、これはね、あの、全銘柄について言えるというか、もう相場全体について言えるんですよね。なんか最近さ、日本株の個別銘柄も、なんか、あの、上値が重いというか、日経が上がってる間にダラ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 下がってきてるの多いと思われませんだから今ね、結構質問を毎日メールでいただいてるんですけど、同じチャートパターンのね、 えー、ものが目立つんですよね例えば、えっ、ー、と、王さん、よくメールをいただいていらっしゃい、えー、いただいて、僕の体調をお気遣いいただ,いいただく王さん、えー、寒いのか暑いのかわからない日々が続いていますが、体調はいかがでしょうか。えー、10キロ以上歩かれるようなので、気有なようですねっていうことですけどね。 前、夜トレで出て出されたアドソルニッシン3387いかがでしょうか ?200MA に、えー、5MA が近づいておりますが、どうでしょうか ?2600、2500ぐらいで、えー、どうかと思っておりますが、ということですけどね。アドソルニッシン3837。でね、これもちょっと、あ、王さんありがとうございます、えー。僕は元気です。前、結構ね、体調崩したこともありましたけど、最近は結構大丈夫ですね。 はい、ありがととうございますえっ、ー、前、あのー、去年のね、えー、あのうちのチャンネルっていうかメインチャンネルが炎上というか、もう誹謗中傷だったような書き込みで埋まっちゃってね、で僕は結構、あの参 <laughs> っちゃって、えー、どうしたらいいかあの時分かんなくてね、えー、その時に結構、えー、体調も悪くなりましたけどね。 えー、その後はまあ大丈夫ですね。でまあね動画やめちゃおうかなとか思ったりもしたんですけど、えー、やってこうかなっていうことでまたやり始めて週、えー、1日1本にしてね今やってるんですけどありがとうございます。なんとか、えー、体調は大丈夫です。で今週2回本当に10キロぐらい走ったり歩いたりしてるんで、えー、まあ明日もねやろうかなと思ってるんですけど天気見ながらね週に2回どこでやるか、えー、天気予報を見て決めてやってるんですけど。 おかげさまで体調はまあまあ良いです。はい。ねあとその日清なんですけどね、200mm で来ましたって言うんだけど、これもそうなんだよね。上昇してたんじゃないのって言うと、落ちてきて、で、これもね、まあ、言ってみれば S 字下落型でして、落ちてきて、戻ろうとして、また落ちてきてって感じでね、こう S 字、ここに S 字ができてますけど、こういう S 字下落のパターンなんだよね。 ですが、これが多いじゃないですか。ね。これで 200MA、mm、まで来ましたと。で、あの、200MA というのは、200日移動平均線でして、これは1年間の平均値なんですよ。で、平均値なんで、安いわけではないということなんですね。で、今日は、あの、相場天気予報で神が言ってましたよね。待てと。で、えー、待って待って、待った結果、 変えなくったっていいじゃないかと。だ <laughs> って損してないじゃないかと。ねで、ひたすら待った方がいいということですよね。でね、今のこの、いろいろなこの、なんか、えー、日経の高値圏であるとか、えー、ね、個別銘柄とか見てて思うんですけど、うーん、怪しい。<laughs> 怪しい、えー。もしかしたらね、うん、 こういうめ、このめ、だからこの銘柄にしてもですね、下げ止まっていないんですよね。で、陰線が多いじゃないですか。で、もう躊躇なく落ちてきてますよね。っていうのは陰線で、陰線、陰線で、だだだだだだだ,だ,だ、もうとにかく売られてるわけですよ。で、このちゃこれ今日なんかでもね、一本のローソクを見れば、この今日のローソク見ると、完全な陰線でして、ね、んで、下に髭がない、 ななるとここういうういい陰線の次の次ってこうなりやすいですでよねどうしてもやっぱりさらに下げやすいんですよ。つまり売られて終わってるんでさらに下げるっていうエネルギーを感じるわけですよね。でまあそんなとこ見ていくとですね、えー、26002500だったらもうちょっと下なんですけどあえてこれを買う理由ってあるのかなっていう感じがするわけでありまして。 <laughs> 要はね、今、日経平均、そして、まあ、全体に、やっぱ、高値警戒感持っといた方がいいんじゃないのかな、と思うんだよね。まあ、ね、戻るとは思うんですけど、日経平均もね。2万9000円ぐらいまで来ればまた戻ると思うんです。で、また3万円超えて、みたいな感じになると思うんですけど、なんかね、市松の怪しさがあるんだよね。 えー、ということで思っておりますけれどもね、IR もね、ついに1万3000円に、まあ、接近してきましたよね。で、これ、こ、これね、えー、明日、このまま上がれるかっていうと IR ジャパンですけどね。これもね、そんないい足が明日つきそうになくって、こんな感じで落ちてもおかしくない足なんだよね。えー、2 0 0円目で止まるのかなーっていうね。 で、200MA っていうのは、このラインですけど、えー、実は、25MA とか 5MA ほど効かないんですよ。効 <laughs> かない。200MA のサポートとか、レジスタンスってあまり効かないんですよ。えー、これで上に向いている 200MA は、ま、あ上に向いている例えば 25MA なんかは、下に抜きにくくて、ここみたいに、 ここみたいにね。横ばいだったりもそうですけど、上に向いている 225MA、青いラインなんかは、割とこう跳ねる。こう跳ねる場合があるんですけどえ、ここもそうですよね。跳ねてたりするんですけど、トレンドが出てる場合なんか特にね。だけど、200MA っていうのは、そんなにきっちり律儀に聞いてくれるサポートラインに、いや、レジスタンスラインに割となりにくい。で、 明日いきなりこんなことやっちゃってもおかしくないんですよ。えー、これね、予想るおすかしですけど、明日いきなり 200MA の下入ってきたぞと、どうすんやねんっていうね、これ全然おかしくない。なので、あの、注意が必要でして、さっきのそのアドソル日清なんかもそうなんですけど、200MA に来て、ね、えー、止まるんじゃないかと思いきや、 全然ブレーキ効かなかったっていうのもね、あり得る。で、今日なんか、これ、これもそうなんですけど、アドソルに戻ってますけど、全然効いてないじゃないですか、200MA がね。そんなもんなんだよね、200MA って。特にこういう真っ平らな 200MA なんていうのは効かなかったりするんでね。だから、200MA よりも、うーんと下に来てるから、ああ、これは買えるかもしれないなっていう判断はできると思うんですよ。結構株は長期になるんでね。だけど、この 200MA まで来たからどうだろうっていうのはね、 割とやばいんですよなのでまあその辺ねえー、慌てて買わないっていうかね今あのラジオ塔のラジオとじゃない R30 もね結構下げてきてるやつ弱いじゃないですかね全然これあ今日これ大福も1万500円きましたけど まあこれ買いの判断なんですけど、今日言ったみたいに、こういう下落の仕方をすると、もうちょっと下げるんで、1万円でもいいかもしれないって言いました。であんまり待っててもね、約上しないから、まあ面白くないから <laughs>、っていうんで、500円で、えー、動かしませんけどって申し上げたんですけど、明日ね、いきなりこういう風うに落ちてきても全然おかしくないんですよ、これ。えー、うん。そうなんです。 だからね、そういう意味で、今、結構怖い。で、日経平均もね、えー、明日これ、えー、この冷やし、現物チャートだけ見ると、まあ、こういう動きが全然あり得るチャートなんでね。そういうことで、見ておりますのでね、皆様、<laughs> 大丈夫でしょうかね、えー、本当に慎重に売買をしてほしいなと思います。はい。 要はね、待ってた方がいいかもしれませんよっていうね、そんな、えー、慈愛でもあるということですね、えー。ドル円の方をちょっと見ていきましょう。ドル円ね。ドル円がね、えっ、ー、と、金利が上がってるんで、上がってるわけなんですけど、うん、これね、えー、っとね、そろそろ、えー、あ、ドル円出てないですね。ごめんなさい。ドル円なんですけどね。 これ、冷やしなんですけど、そろそろ、売りでよくねえ,ねえかなって。<laughs> 売りでよくねえかなと思うんだよね。これ。えー、っとですね、上がって売られるでしょで、上がってまた結構売られるでしょで、これ、上重いんだよね。で、今日ここまで来てるけど、前の高値に並んでるでしょ売りでよくないですか <laughs> そろそろ。いや、6の5待てばね、6の5こんなとこなんですけど、 6の5待てば完璧なんですけどね。で、ここ1円しか離れてないんで、えー、どうかとは思うんですけど、こう落ちて、ここ上がってきたはいいんですけど、前3日で4日目から上がったんだけど、今回4日落ちて5日目がまた上にヒゲがついて、今日大きく来たんですよ。割とね。でも、もうそろそろじゃないのかと。<laughs> これ。 もうちょい行くかもしれないんですけどこれはもうちょっと重くなってくるんじゃないんですかね。で、この前の106の20がまあ限度かなって感じなんでね。まあ106の20まで待って売る、あるいは50まで待って売るんだったらもう完璧なんですけど、えー、結局ね、いくらトレンドがこう上向いてても えー、上がれば売りでいいのではないかっていうのが、ここ数日ね、数日っていうか、まあ、2週間ぐらいですかね、今回。2週間以上観察してきたわけですけど、まあ結論としては、そんなに上はいかないんじゃないかと。そろそろ今日もね、まあ、そろそろ売りの、位置に来てるんじゃないかなと思うんですね。って言いながら上がってますけどね、今ね。もちろん、あの、上昇エネルギーは割と強いんで、今日は特にね、強いんで、 もうちょっと行くんですかね今、要請についてますけどね。今、売りでいいんじゃないかって言った瞬間に要請がついてますけどね。<laughs> 売りでいいんじゃないかって言った瞬間に3本ぐらい上がってるんですけどね。まあでもね、えー、っと、今まで見てるとね、まあ、強い上昇トレンドが出るんじゃないかと思ってたんだけど、大したことないんですよ。うん、エネルギーがね。なんで。まあ、ここ、106の20より上だったら、 まあ売っていいいんじゃないか今日明日日来るかもしれないけどねねまだね今日はもうこんなもんじゃないのかなと思うんだよね。一日の値幅はもう十分来たんじゃないかなって気がするんですよね。最近なかなかね、これ以上は上がってないんですよ1一日で。 なんで、もうこれで1日分の会話、そろそろ終わりじゃないかなっていう気がしてて。で、ちょっと調整してから、さらに上に行こうとするんだけど、ま、あ20ぐらいまで行けば、割と重いのかなーっていうふうな気がしています。ドル円ね。なので、えー、今ね、今日ドル円上がってる、どこまで行くのっていう、えー、話になれば、そろそろこんなもんじゃないとか。今日はね、そろそろこんなもんじゃないのか。 で、えー、その後も、えー、どうも106の20ぐらいまでが、まあ、上限度じゃねえのかと。で、えー、今日もね、パウエルさんがしゃべる、まあ、変わったことはあまあ言わないと思いますけどね、えー、それで、要するに、えー、まあ、金融緩和長引かせるという話でしょ。金融緩和長引かせるってことは、まあで金利がちょっと上がってきたら抑えるって言ってるんで、えー、まあ、その意味でね、金利はちょっとやっぱり気になってるっていうところあるんですよね。 でやっぱりね、の方図に上がらない感じなんだよね。そんな感じがしています。ので、えー、結局ね、トレンドチェンジはしてきてるんですよ。してきてるんだけどもね、してきてるんだけども、うん、強烈なトレンド、上昇トレンドには入らなかった。ってもう結論付けていいんじゃないかなと思ってるんですね。入らなかったっていうふうに。だ あり得るのは4とか5、106の4とか5はあり得るんですけど、そんなもんじゃないの。よく言ってもね。で、またガタガタし始めて、上がり、上がりにかかった 25MA も対談になってまたちょっと下げてくるみたいな局面もこの後出てくるかもしれないぐらいね。こんな感じでね、緩まっていくような 25MA がですね、このまんまどんどん上がっていくわけじゃないんじゃないかと。 いうふうに僕は今見てます。今日の段階、今の段階でね。そんなふうに見てます。これはまあ、最近の観察の結果です。えー、日経平均は再浮上するとは思うんですけどね、これね。これもだけど、ひょっとしたら危なかしい。<laughs> 危なかしいんで。で、ナスは大丈夫かっていうね、えー、ここなんですけどね。ナスに関しては僕は、 え割と信頼をしているんですけどねでナスもナス須クもね、えー、結構今金利が上がってて弱い動きになってるわけなんですけどねどうなんですよねこれね今日は5分チャートで見た場合、えー、割と15時過ぎも頑張っていて今1万でも1万3200を割ってますもんね1回ちょっと超えたけどで今晩どうじゃろうっていう感じなんですけどね まあ、えー、日経はね、僕はあんまり信頼してなくって、えー、また弱含みになることもあるんじゃないかなと思ってるんですけど、ナスに関しては、やっぱね、今までの動き見る限り強いんでね、トレンドが崩れることはナスに関してはないんじゃないか。ね、日経も今のところはですね、えー、トレンドが下向きに崩れるまで売り込まれることはないんじゃないかなと思うんだよね。 ただどっちかって言ったら、僕は、えー、日経平均の方にあんまり信頼を置いてない。<laughs> 置いてない。ナスダックは下がれば買いでいいと思うんですけど、日経は下がって買いかどうかわかんないっていうふうにちょっと思っております。ので、前ね、日経平均もやりたくないと。で、やるんだったらナス買いたいって言ってましたけどね。えー、そんなふうに思っています。 えー、そんなことですよ。えー、そして、えー、あ、もう一つご質問がありました、えー。このドル円の絡みでね、ちょっと質問ということで、ももじろさん。<laughs> ありがとうございます。桃次郎さんから、えー。いつも有益な情報ありがとうございます。YouTube の配信を楽しみにしております。ありがとうございます。質問なんですけど、Twitter でよく見かけるトラリピ、 とかね。の、リピート系。トラリッピー、トラリッピー、トラリピー。トラリピー <laughs> あ、トラックリピートってやつありますね。<laughs> あれ、えとか、FX 自動売買について、えー、お聞かせください。儲かりそうな気がするんですが、リピート注文の FX 自動売買。えー <laughs> えっとねなかなかえっと僕は散々研究しました自動売買で要するにですね自動的に儲かりゃそりゃいいよ <laughs> それはいいんだけどえー、相場でこういうやり方をしたら必ず儲かるというものは ありません。で、よく見ていていただくとわかるんですが、その、例えばリピート注文のストラテジーがたくさんあるんですよ。<laughs> で、今これがいいよというわけじゃないですか。例えば、あれはなんだっけ、トライオートだったかな。とにかくどこだったか忘れたけど、どっかの会社で、えー、ニュージーランドゴードル、ゴードルニュージーランド、お おじ,おじ、なんだよキュじ9位おキュ9位かなんかやってて、で、それが今非常にいいので、それでやったらどうですかリピート注文。お客様いかがですかってやってるんですね。で、それってね、どういうことかっていうと、その、いっぱい商品があるわけですよね。それどういうことかっていうと、こっちがダメなら今度こっち。で、こっちがダメなら今度こっち。 で、こっちがダメなら今度こっち行って、まあ、最近調子のいいものをどんどん紹介して、で、まあ、手数料で稼ぐのが証券会社なんで、手数料で稼ごうと思ってるわけですよ。まあ、あの、FX はあと手数料と、もう一つは、お客様の負けが、えー、証券会社のプラスになるっていう仕組みになってたりするんで、えー、恐ろしい社会ですよ。 だから、なんだ講座開設しただけで最大50万を上げますみたいなキャンペーンがあるじゃないですか。ね。どういうことか <laughs> どういうことか客がめちゃくちゃ負けるわけですよ。ね。で、こういう話はね、僕はしたいわけなんですけど、こういう話は、例えば僕が、その、例えばどっかのリピート注文の証券会社と提携してね、ラジオ屋さん。 一生懸命宣伝してくださいと。こうしたらね、いくら払いますっていうやつをやってたら僕喋れないんですよね。だから、そういうのやらないんですよ、僕ね。今、こう老後でしょ、僕。で、ね、もう仕事はハーフリタイアしていて、で、ね、やってるわけで。ね僕の思いとしてはね、やっぱりその投資の真実を語りたいわけよ。できるだけ赤裸々に。 で、僕の体験に基づいてね、体験に基づいて真実を語りたい。で、昨日、この間、えっと、おとといか、出版なんて読者のためなんて考えてない。出版社が儲けるためにやってるだけなんだって話をしましたね。だから必ずしも読者のためになるような出版物が出てくるとは限らないんだっていうね、話をしましたけど、このリピート注文も同じことでして、えー、えー、お客さんのためのリピート注文なんて あるわけがない。<laughs> あるわけがないんですよで。お客様のなんか投資を応援しますとかね、なんか言ってけど、んなこと思ってるわけがない。<laughs> あんまり言い過ぎてもいけないかもしれないけどね。まあ、証券会社なんか自分たちが稼ぎたいだけですからね。はい。だからね、そういう意味で、要するに、 えー、その、儲かってる時に、これいいよって言うんだけど、始めた瞬間からっていうかね、始めてしばらく良かったけど、やっぱりダメだったとかいうことになりがちでしてね。なんかね、良さげに言うんだけど、そうしないとお客さん来ないから良さげに言うんだけど、まあ、そんな画期的な、えー、仕組みはありませんので、えー、やってみてもいいと思うし、儲かるかもしれませんけど、えー、確実に儲かるとか、えー、必ず儲かるとか、 いうものは一切ありませんので、えー、そのためにいろいろなストラテジーを用意していてこっちがダメならこっちあっちがダメならこっちってお客さんに進めながら、えー、お客さんの手数料とお客さんの損失を食べて生きているのが証券会社なんでね、えー、そこは冷静に見ていただくといいんじゃないかなと思います言い過ぎたかな <laughs> 言い過ぎたかな 証券会社の人が見てると、明日もういきなり GM をクリック証券から、お前はもう、うちのチャート使うんじゃねえっていうね、えー、なんかお達しが来て、えー、もうチャート使えなくなるかもしれませんね <laughs>。だけどね、そんなもんなんだよ、えー、そんなもんなんですよだからもうね、えー、もう何も信じられるものはないし、 えー、何もかもがね、罠みたいなもんでして。<laughs> 本当に。そこは皆様、お気をつけになってやってください。桃次郎さん。ということで、えー、せっかくのなんかね、これいけそうじゃないかなっていうのを否定して申し訳ないんですけど、えー、まあ、儲かる時もあるかもしれません。ダメな時もあるかもしれません。ということで、 えー、穴にとと、あの、リピート系ってさ、だから、下がったらか、下がったら買って、下がったら買ってって、で、また上がったら売ってっていうことで、結局、あの、あれなんですよ。トレンドがそんなに出ないことを前提にしてるんですよね。でさっきの OG9 位なんかはトレンドが出てないから割と機能してるんですよ。だけど、トレンドが一旦出ちゃうと、もうやばいんですよ。もうどんどん損がかさめ、かさんでいっちゃって、トレンドが一方向に出た日には終わります。 リピート注文はね。なんで、えー、基本的にはですね。いろんな設定があるんですけど。だからトレンドが出ない限りは大丈夫。だけど、トレンド出ない、えー、ね、ものであれば、別に普通に見てて、えー、こういうね、これもそうですけど、ドル、ドル円なんかでもね、ドル円なんかでもそんなにトレンドしっかり出てないわけで、えー、25 m a の下に来れば買いで OK で、上に来れば売りで OK でっていうことは続いてるわけじゃないですか。で、25に接近したら、 手じまえばいいっていうのが続いてるじゃないですか。まあそんな感じでね、自分で自分なりの、自分のオリジナルリピート注文みたいなのをね、やるといいんじゃないですかね。で、見てるとどうしてもね、売買したくなっちゃうって場合は、差し値を使う。 ね、例えば今でも、僕は106のね、この前の高値ぐらいだったら、えー、売っていいんじゃないって言ってても、見てると売りたくなるから、ここに刺しておいてね、もう見ない。<laughs> 見ない。で、ね、あの、メールの設定やっとけばさ、証券会社からね、約定したよってメールが来るじゃない。お、約定したんだって、携帯でね、その約定を知るぐらいの、えー、そんな感じでいいんじゃないかな、とも思うわけね。なので、自分なりの、 ももじろリピートみたいな。ももじさんは自分で桃次郎リピートみたいな。リピーももみたいな。<laughs> そんなの作ってもらってね。で、自分でやった方がね、いいんですよ。あれ、一旦やり始めてね、もうこれ、ルールに基づいてどんどんやられちゃうんでね。まあ、損切りとか色々も、まあ、完備してるとは思うんですけどね。だから僕はあんまり興味がないですね。色い々ろいろ研究してみたんですけどね。まあ、僕もまだ、あの、 諦めてはいなくて、そういう自動売買ね。で、まあ、今、プログラムをちょっとね、またやり始めてるんですけど、えー、プログラムをやる中でね、そういう検証もやってみたいって思ってもいるんですけどね。えー、まあ、時間結構かかるんでね、どこまでできるかわからないんだけどね、今はちょっと英語の教材をね、作ってて、えー、それで、まだそっちに書かれてないんですけどね。そんなことやってねえで、早くトレードの やっっててくれれれ言われるかもしれませんけどね <laughs> まあ英語もねやっぱり情報を集めるための英語なんでねまあ、えー、できる限りね英語も上達していろんな情報を集めて皆さんにご提供したいしで、えー、まあこのプログラムの方もね、えー、こういった検証とかねいろいろなんか役立つ情報が提供できないかなってことは考えてやってるんですけどね。はい ということで今日も30分ぐらい話しましたけどねさん2今日もねメールご紹介しました、えー、北海道の安子さんそして桃次郎さんそして、えー、いつもお気遣い彼ら、えー、のお気遣いをいただく王さんねメールありがとうございました、えー、今日読めなかった方ごめんなさいまたね、えー、めげずに、えー、出していただければどこかでご紹介したいと思いますんでね えー、ということで今日の夜トレドル円上昇どこまで行くのそろそろ終わりじゃないか日経は再浮上できるのか多分大丈夫だと思うけどちょっと危なかしい感じがするよなっさく大丈夫か多分大丈夫 <laughs> あ、株のチャンス銘柄ねこれ <laughs> 株のチャンス銘柄がえー、っとちょっとごめんなさい株のチャンス銘柄でえー、っと注目銘柄のとこですねこれを言ってなかったんですけれども ペプチドリーム、結構来ますね。これは割と、えー、5000近くでいけるかもしれないですね。あのね、同じじゃねえかよと。えー、200MA まで来ててもっと下がるかもしれないって言ってたじゃねえかよっていうふうに言われるかもしれないけど、これ割とね、下げの形がいいんですよ。ただあんまりこれ長引くとね、上がれなくなっちゃうんだけど、割と下げの形がいいっていうのは、 25MA があんまり下向いてないんだよね。で、このパターンって割と戻れるパターンなんでね。えー、5000円近辺はいけるかもしれないと思います。その他、えー、これというものはないわけですが、トヨタも結構下げてますけどね。まだまだ 25MA なんでね。もうちょい下げてから買っていきましょう。 っていうことでね、明日これっていうのがね、割とないんですけど、ペプチドリームが、えー、5000円接近してきたらいけるかもねー、ぐらいな感じです。はい。ということで、<laughs> チャンス銘柄はペプチドリーム。ということで、またちょっと時間を延ばしてしまいました。はい。皆様メールありがとうございました。今日はこの辺で、また明日天気予報でお会いしましょう。ラジオエジでした。